はい、こんにちは、サイです。今回はこちらアンケートスーパーゴッドレースの詳細が発表されたので確認していこうと思います。石は10個ですね。期間の方が27日土曜日から1週間8日間ぐらいあるのかな、5日日曜日のお昼までですね。はい、で、結果の方見ていきましょう。アンケート結果上位3位まで、星7フェス限プラス戦国の神シリーズと星6フェス限と神シリーズで分類されてるみたいですね。星7フェス限の方が1位デイトナ、2位シーウルフ、3位セシリアか。そうなんだ。ノクタリアかもしくはロイヤルオークかなって思っていたんですけど、まあ、分岐がね、たくさんあるからっていうことかな。で、星6フェス限がネイ、コットン、ヨグ。ヨグか。まあ、ネイ、コットン、武器がね、まあ、特にネイかな。すごく武器が強くなったんで、これ欲しい人結構多そうですね。ヨグは、ちょっとわかんない。すいません。で、普通の神シリーズの方が、アルラトゥ、サクヤ、ギルガメッシュですね。なるほど。サクヤもね、ストーリーダンジョンの方ですごく強くなったんで欲しい人が多いのかな。まあ、相変わらず人気ですね。で、今回新キャラ、サフィーラが登場しますよ、ということですね。はい。で、ラインナップ見ていきましょう。これ多分順位の順番になってるのかな。セシリアまで見た、ノクタリア、ノーチラス、ソフィー、シェリングフォード、ミアーダ、セリカか。まあ、この辺だから、ノーチラスのサブ要員が一応ランクインしてる感じかな。で、アルバート、ロイヤルオーク。やっぱ、単純な能力でロイヤルオークの方が今結構上位かなって思うんですけども、やっぱ人気はまだノーチラスの方が上なんですね。まあ、こっちの方がパーティー組みやすいかな。はい。で、サレーネ、ゼラ、メノア、イナですね。で、星6フェス限の方がネイ、コット。まあ、これはもう分岐が多いからたくさん欲しいって思ってる人が多いのかな。で、ヨグ、モリグモリグ欲しい人多いのかな。マッハ、カーリー、アテン、風神、オーディン、エスカマリ、メタトロン、カエデ、神結び、グレモリー、スクルド。この辺はちょっと評価が難しいんだけれども、まあ今でもちょこちょこ使われてるモンスターっていうと多分カーリーとかかな。カーリーはね、スキブ要因としても火力要因としても今結構強いんで悪くないかな。マッハもまあリダチェーンスキルが欲しい場合はありなのかな。モリグはちょっとわかんねえな。俺使ったことないや。あとはまあ武器化してるモンスターとかだったら持っておきたいっていう感じなのかな。はい。で、神シリーズ、アルラとサクヤ、ギルガメッシュ、シャマーシュ、ハク。まあ、この辺もまあ活躍してるモンスターかなり限られてるんで、ちょっとなんとも言えないですね。まあ、アメノウズメはね、最近のヒパーにはかなり採用率高いですし、ラーはね、相変わらずポチポチで使える。で、銀鳥とかこの辺もね、リーダーチェンジで76にする場合は結構採用されたりするんで悪くないかな。で、あとは、なんとも言えんな。本当に人気があるのかどうかちょっとわかんないんだけれども、まあ、パンダラとかは人気ありますね。ホルス、ミエルバ、アマテラス、ブリギット。もうこの辺とかまだ転生すらしてないんだな。早くしてほしいよな。テテュスは可愛い。リュエルも可愛い。ダークザ使ったことない。もう、ガチャから出るたびに誰だお前ってなるやつ。オロチ、ネフティス、オイチ。ねえ、ネプチューン、ブリトラ。ブリトラとかもうちょい上位かなって気がしたんだけどな。アストレア、イズイズ、不動明王。もうなんか、イズイズがダグザに負けてるのがもう俺は尺でならないね。すいません、ちょっと市場がいっぱい入ってしまいましたが。はい。で、新フェス限の方、能力見ていきましょう。サフィーラですね。光闇の変身キャラですね。封印、無効感2つ、スキブ2つ。スキルが6回の光闇回復を10個生成の変身28ターン。リアスキルが光を6個で軽減の光の HP 1.8 倍、攻撃16倍。変身すると、攻撃神の光闇、封印と無効感5つ、指プラ、枝豆2つですね。スキルが1ターン、無効感のエンハンスですね。で、秘密を光に変化、2ターン。リアスキルが光か闇を9個つなげると半減2コンボ加算固定500万。光の HP 回復 1.8 倍、攻撃22倍ってことで、まあそうだな、光版の真人っぽい感じの性能なんですけれども、つなげる個数がまあ9個以上になってるんで、正方形もしくはまあ枝豆を狙って10個つなげるみたいな、そういう立ち回りになるかな。まあ盤面に光供給を安定させないと、半減とかがね、貼れないんで即死しちゃうのはちょっと怖いかなっていう感じなんですけれども、そうだな、まあ最近出た、シュラ、誘惑コラボのね、シュラとか相性良さそうかなって思うし、あと光闇を同時に作れるキャラ、闇もね、正方形組めれば強いと思うんで、闇の火力出せるキャラ、まあバランとか、なんだろうな、ヒュンケルとか、あの辺は光闇同時に使えるかなっていう感じですかね。まあ、ちょっとね、どうだろう、使いにくいかな。
まあ、一応これね、変身さえしてしまえば、光の花火とかでもね、同じような火力出すことができるんで、周回とかでも使えるかもしんないですね。攻略ではちょっとなんとも言えんな。どうせだったらね、やっぱ光闇両方ね、正方形組んで、副属性まで火力出したいっていうことがしたいと思うんですけども、まあちょっとシールフと違ってね、光しか作らないんで、まあちょっとなんとも言えないですね。はい。で、交換所の方に枠解放とニジメルがありますよ、と。イラスト見ましょう。すごいなんか小顔ですね。頭重そうだな。これが変身前ですね。あ、足が、これなんだ、なんか猫っぽい足してるな。そういうキャラなのかな。猫っぽいものがモチーフになっているのか、ちょっとわかんないけど、これが変身後ですね。ちょっとなんかハイライトが、こうなんか消えて、若干ダークな要素も含みつつっていう感じですね。これはなんとか王だから、アルバートとかあの辺と同じようなシリーズになるのかな。はい。っていうことみたいですね。このようなガチャが27日から開催されますが、ちょっとね、これ開催直後にすぐ引くっていうのは、まだ待った方がいいなって思う理由が一個あって、それ何かっていうと、こちらですね。12月の目玉イベント、超絶スーパーゴッドレース最大50連無料っていうのがですね、大感謝祭イベントの一環であるんですけれども、まあ、こちらがですね、来月から、日付回った瞬間に引けるようになるんで、これを待ってからの方がいいんじゃないかなと。もしこの中にラインナップでね、欲しいモンスターがいた場合でも、こっちでもしかしたら出るかもしれないんで、こっちのガチャの結果を見てから、こっちを引くかどうかっていうのを検討した方がいいんじゃないかなと、個人的には思っているんですね。こちらがですね、来月から1ヶ月間あるので、ログインすると、いろいろ、エスゲンとかが入った超絶スーパーゴッド S が10回分無料で、で、さらにここから連チャンで3連、5連、10連、4連が登場するんで、マックス50までいきますよっていうことみたいですね。この結果を見てから引くかどうかを考えた方がいいかなと。これラインナップがね、まだわかんないんですよね。もしこの中に新キャラのサフィーラとかが入っているんだったら、僕もそうしようかなって思うんですけども、サフィーラ欲しい場合、こっちにもし入ってなかったらもういきなり引くっていう手もあるんですけれども、まあそうだな、あんまり石使えないっていう人はこっちの結果を見てからの方がいいかなと個人的にはね、思っているんで、よかったらね、その辺検討してみてください。っていう感じですね。はい。ということで、ちょっとね、僕はですね、最近ガチャ動画あんまり出してなくて、まあ普通にね、ガチャ引いてないんですよ。もう全部交換で済ましちゃって、で、まあ交換玉がね、結構少なくなってきてるんで、もうコラボとかそういうのはちょっと抑えめにして、こっちのゴッドエスをね、ちょっとがっつり引こうかなっていう風に思っていますね。はい。ということですね。皆さんね、欲しいキャラいますかね？よかったら感想を教えてください。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。松木とかもしくは生放送でお会いしましょう。バイバイ。